よし、続きやっていきましょう。帰ってきました。リビング。ああ、そうか。まずは、鳥居道真。バイト。体力ちょっと高い。大人だからね。スキル。鈍感。どんな悪霊にも憑依されない。あ、そういえば、風谷くんのあれじゃない特技見るの忘れてたな。まあ、いっか。装備と、ほら、ウェイター服。エンコンビーゲンリートの制服。これね、ウェイター服脱がしましょう。 綾宮学園の制服。糸川中学校。まあ、着とくかまあ、とりあえず脱ぐか、全員。とりあえずね、これからね、ちょっとネタバレなんですけど、これから桜ちゃんというね、可愛らしい女の子が出てくるんで、その子の服をね、着たい。ので、それまで私は全裸でいます。幼女の服を着たいんじゃ。和服室。幼女の服を着るために今、全裸待機。<laughs> 全裸待機ならぬ全裸失踪。 全裸探索を試みていこうね。えー、空っぽです。2いらっしゃい。あ、ゴキブリ。あ <laughs> この人怖い。道真さん虫大丈夫なタイプだったっけまあ、鈍感だからか。今北山いらっしゃい。セ,セーブしよう。死んだら怖い。この地ってやっぱり春ヶ丘一家の事件の。あれ開かないや 開かなかったっけこれ。開かなかったか開くと思ってセーブしたのに。こたつに何かいないかなよし。とりあえず、さくらちゃんの服が着たいです。時計まだ動いてるんだ。時計の音って普段は気にしないけど、こういう場所だと気味悪いよね。わかる。寝るときとかに気づくと寝れないよね。<laughs> 待って。あ、これ階段か。これ今2階か病棟。 かかってるこれ今2回か。びっくりした。なんかスルーリーと移動したから何かと思った。あ、部屋割り変わってるな。あやめ。あやめちゃんの部屋。くそ扉固く。鍵もかかってないのに。変なの変なの入れてくれよ、あやめちゃんの部屋に。えー、トールとユリ。入ります。夫婦の寝室。すごいな。ステンドガラス。すごいな、これ。これあれだよね。なんか、あのー、教会とかにあるような。<laughs> これを寝室るっていうすごいな。なかなかの、なかなかのセンス。寝室に色ガラス。うわ、真っ暗もう夜なの。早く桜ちゃん探さないと。ステンドグラス。でもお金持ちの家とかだったらこういうのあったりすんのかなこういう、きらびやかな。少女の写真飾ってあります。おー、かわいい。私たちの永遠の宝物。愛しいあやめ。 これあれだね。リメイク前のね、エンディングで見れたやつだったっけこの絵好きなんだよなぁ。あやめ、あやめちゃんって確か春が丘一家の。ワンなんか出てきた。びっくりした。なんでいきなり棚が。ちょっと待って。とりあえず。ダブルベッドか、踏む。いいよな、ダブルベッド。憧れる。埃りかぶってる。他なんもないかい他なんもないかいとりあえず俺は全部調べたいよ。ないか。春が丘ゆりの手記、日記か。 丸月末日最近病院の不祥事続きで院長である徹さんは疲れているようです森先生も優子さんもなぜ患者を殺すようなことを私も辛いけれど徹さんもっと辛い思いをしているはず妻である私がしっかり支えないと8月四角日今日はあやめに桃のゼリーを作りましたお菓子作りが大好きなあやめはこのゼリーがとても気に入ったみたい今度はお父さんの誕生日に一緒に作ろうねと言ったら嬉しそうに笑いました 早め。あなたが笑うと私も嬉しいわ。早めは私たちの宝物。世界で一番愛しているわ。いい家族なのにな。バツガツ、三学日、四角か。ひしがたか。今日は、トールさんの弟、たけしさんが来ました。また、お金を無心に来たのかしら。早く帰ってくれないかしら。たけしさんに話があると言われて、倉庫に行きました。急に私に近づいてきたかと思うと、手を伸ばして私に、あ、書くのも思い出すのもおぞましい。気持ち悪い手で私に触らないで。 トールさんに相談して、たけしさんを追い出してもらいました。トールさんは私に迷惑をかけてごめんと謝りました。トールさん何も悪くないのに。黒のいらっしゃい、憎い。私を、トールさんを苦しめるあの男が憎いわ。あの子だって、たけしさんさえいなければ。あやめが熱を出してしまいました。今日は、昨日ははしゃぎすぎてしまったのでしょう。体の弱いあやめは、自由に外を駆け回ることも、学校に行くことさえ難しいのです。 つい弱気になって、あやめに不自由な思いをさせてしまってごめんね、と、こぼしてしまいました。すると、あやめは、お父さんとお母さんがいつもそばにいてくれるから平気、と笑ってくれました。あなたを丈夫に産んであげられなくてごめんなさい。あなたのことは、私とトールさんが絶対に、絶対に幸せにするからね。星月丸日。また、あいつが来た。そして私に、汚らわしい、汚らわしい。あやめが来てくれなかったら、私は、私はどうなっていたのでしょうか。どうなっていたんです <laughs> どうなっていたんです その改装シーンがイラスト付きで見たいです。あいつがやっと帰った。二度と来なければいいのに。しばらく倉庫には入りたくない。鍵は和室の押し入れにしまっておきましょう。和室の押し入れ。1月1日、またあいつが。これって、あの春川丘一家の日記文面からすると、院長の徹さんと奥さんのゆりさんのかな確かにこの夫婦、行方不明なんだよね。現場の結婚から生存は絶望的とか、娘のあやめちゃんも。 この、たけしって人が怪しいけど、一体何があったんだろう事細かく描写されてないからね、その描写が足りませんね。描写不足では。<laughs> 当時の描写かな。そうこう。なるほど。ここの鍵を、あると。待って、ここは何だ庭園。あ、庭園が左側にあるのか下に子供の字で何か書かれています。あやめの花壇もあるよ。あらすの禁止レッツゴーあ、鍵かかってる。草合草 こ,こなんだっけリビングリビングに鍵かけるってなかなかだよな行きましょう襖の中を見ましょうえいとゆねさんの日記にはここに倉庫の鍵があるって書いてあったよねどれどれえいっなんか出てくるんでしょうちょっとしたんちょっとしか開かないけど腕一1本ならおっ取れたそ庫の鍵を手に入れました いやほ,ほい大丈夫か待て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 うん硬いなもう少し力を入れれば開きそうだけど放っておこういや無理に開けるのはやめておこう死体とか出てきたらシャレにならないしねははセーブですよセーブですよえいあサトルだったっけあれごめん通るって言ってた俺ずっとサトルさんだっけえー、扉こじ開けるごめんお父さんの名前ずっと間違えてたかもしんないサトルだった開きそうもう少し力を入れて おおおなんか出てきた。ウェーイえ黒い手が。ウェーイうわ <laughs> グロい首だけになっちゃった。体持ってかれたってことなのうげえ。うげ,うげこれは前もあったイベントだね。覚えてた。これは覚えてたよ。でも首一本になったのは覚えてなかった。とりあえず倉庫の鍵オッケー お倉庫なのに十字架が。あれ、調べたくねえな。まーんはははは。ははは。びっくりした。今、このタイミングでコメント見てたから、全然見てなかった。びっくりした。さっきトイレ行ってなかったら、ちびってたよ、もう。俺もさっきトイレ行ってきた。びっくりした。コメさんか、ありがとう。えー、広告ありがとう。びっくりした。ちょうどよそ見してるときに、なんか来た。びっくりした。音がでっかいの、音が。ワインが置いてあります。お酒か。最近飲んでないな。今度、久々に飲んでみようかな。 お酒飲むんだよね道真さんあんま飲まないのかびっくりなんだろうこれ聖書ロザリア卿ミーア・ラービー聖典終章神々が愛した楽園は遥か遠く怨恨渦巻く廃墟より心に届くは憎悪か愛か賢者は祈る孤独な死に幸あれとえっ、ー、と愚者はつぶやく嘆くか 孤独にに沈むああなたに光あれと私は願うはあなたの安寧へ行、えー、こへ永遠に永遠に行こへロザリア教聞いたことないな荘厳な音楽がおっとびっくりお母さんロザリアって誰いつもお祈りしてるよねロザリア様はねどんな願いでも叶えてくれる賢者様なのよだからこうして祈ってるの あやめの病気が良くなりますようにって。あやめもお祈りしようと。えー、っと。やっぱりやめた。あやめもう十分幸せだもん。あら、どうしてお母さんに教えてちょうだい。へへへ、内緒。幸せ家族かよ。今のは春が丘一家の記憶。であれ、何か落ちてる。十円玉手に入れましたやったーやったぜ、うまい棒がちょ、当たり前のようになんか来たんですけど。この子は誰でしょうか ひぃゆり、あ早め、どこだ父さんが守るから、絶対に守、から。はぁ、あ。あ、害はなし害はなし害はなしか。なるほど。これお父さんだよね。え、が、ける、お前が、お前さえいなければ。え、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 う、え、え,え,え, <laughs> え、ちょ待って、え、どういうことなの え,ーいえいえー、いえいえいどういうことなのえ何が不満なの話しかけちゃダメってことなの話しかけず行けってことなのあう、そうなんえ話しかけたときに死ぬんじゃないのかマジか。<laughs> あれかじゃあ話しかけてからセーブしたら積んでたんだなじゃああれ。あそうかよかった話しかける前にセーブしてよかったなるほど話しかけたら積むぞあれ。 あ、こういう鍵を10円とかで回せば、さっき聞いた。10円使ったぜ。時間差で来たね。あやめちゃんだ。お風呂一緒入るー。鍵っぽいものが進んでるけど、さすがに手で取るのは嫌だな。じゃ、口で取ればよかろう。明暗えさちよくんいらっしゃい。動きまへん。おーい <laughs> 急に来るのやめてー。なんで急に言われたの地盤賃かマジレスかよ。かぐちゃんいらっしゃい。星見役ならす手でで言ってた。濁った水溜まってます。 くあやめちゃんかわいいただただかわいいき君はまさかみちお兄さんやっと来た名前を知っているはいあやめと隠れんぼしよあやめを見つけられたらみちお兄さんの勝ちあやめに勝てたらさくらちゃんの居場所教えてあげるさくらちゃんがどこにいるか知ってるのかいまだ教えてあげないよさくらちゃんを泣かせたパなんだよ泣かせたのは店長だよお父さんだよぬれぎぬだ はい、かくれんぼ、スタートちょまっ消えるんだよなぁ。消えたぁ。あれあの子なんで僕の名前してたんだろうらちゃんに聞いたんでしょうマジです。わいわいわいどうしたわいはい、えー、お母さんではどうしているのえ、あ、僕は道真というものです。人を探しに来たんですけど、あなたは美しい。待ってるの。え 私はうん冬冬ず,冬ずみすみれ合ってるかなこれ人を探してるのでしょう手伝いますえ新キャラ新キャラなんありがとうございますお母さんかと思った邪魔者にはさっさと出て行ってもらわないと困るものこの人が犯人なのか今回の今何かナタでナタで殺したこれをどうぞリビングの鍵ですもしかしたらあなたの探してる人がそこにいるかもしれません なんて出来、出来上がってる。リビングの鍵。さあ行きましょう。なんでなんですかなんで僕にそんなことをするんですかやめてください、すみれさん。とりあえず抜いてください。<laughs> とりあえず抜いてくださいよ。いいから。いいから抜いてください。竹の長いワンピース。これが、これがすみれさんの <laughs>。これがすみれさんの。あ、特技がないですね。 なるほど。ステーターさん見ましょう。一途でどん一途でグドンか。幸福で不幸。美しくて醜い。そんな女性。なんかあれだな。中二病みたいな <laughs>。なんかすごい中二な自己紹介だな、すごい。えー、一途でグドン。幸福で不幸。なんかあのー、あれです。西尾維新さんのなんかキャラクターにいそうな。ねこんな感じのやつあるよね。一途にしてグドンみたいな。荒ららぎくんが言ってそう。 待って、リビングどこだこっちか。いいな。程よい中二病でいいな。セーブ。すみれさん。でもすみれさんがあれじゃね。すみれさん生きてるのかこれは。初見だよ。おっと、なんだか不気味な部屋だな。ね熱血にして冷血みたいな。は <laughs> えー、ゆいらっしゃい。ふふ。あの人はお酒をたくさんよく飲むから。ここで解放したものだわ。ふふ。ふふふ。不気味だな。冬泉でよかったのかな なんか、冬泉って言っちゃったけど、眉住み,みたいな。レミーらっしゃい。電話いや、内戦。どこと繋がってるんだろう。病棟です。ええ、緊急時にもすぐ対応できるように、母屋に内戦繋いだってところかな。すごいよな。家とくっついてるんだもんな。えー、っと、腹部を裂かれた人形が置かれています。あ、冬泉って書いてた。嘘。人形にはお父さんと書かれています。待って待って待って。あ、ほんとだ。ごめん。振り仮名振ってあるんだね。 初めて知った。そうか、そうか。冬泉すみれさんか。ありがとう、ありがとう。なるほど。わかんなかったらあそこで見れたんだね。わかんない感じがあったら。親切。首に紐を巻かれた人形が置かれています。人形にはあやめと書かれています。頭をえぐられた人形が置かれています。人形にはお母さんと書かれています。待って、お父さんなんだっけ腹部裂かれたか。それぞれのシーンってことなのこれ。 ななんでなんでうじが開いた料理が置かれています。調べますかはい。食べるなぁ。食べるとは言ってないよ。うそん。え、なになに食べるとは言ってないのに。ズ <laughs> ーン。え、すみれさんまでうそん。すごい、3人分の <laughs>。3人分のディナーにされてしまった。マジか。 え、まじでえ、道真さんだけじゃないんだ。すみれさんまでとばっちりもいいとこだろ、こんなの。お、セーブしてなかったし、しかも。セーブしてなかったです。ちょ、待って。とりあえず、調べた体を装っていいとりあえず、全部調べた体を装います。コメんか、ありがとう。首ちょんぱが多すぎるんだよなぁ。調べない。汚いし、やめておこう。賢明な判断だ。他は調べれるもんないですかないですかないですか とりあえず光ってるやつは最後だなういっット、ウィット、お母さんはね、森、森ゆりさんだよ。森みちこさんだっけえー、っと、調理器具はそのままなんだね。これはまだ使えそうかな。えー、森橋を手に入れました。あ、これでトイレ調べれる。オッケー、オッケー。よし。じゃ、森町子さんがあれか。あの、医者の、お医者さんの奥さんか。 なんかいろいろ混じってるさっきの森橋でああいうのいらっしゃいダメだめだ登場人物がすごい混ざってるわやっぱり鍵だどこの鍵だろう庭の鍵へーあの人たらこんなところに落としちってたのねおっちょこちょいな人かわいいわふふふふふふへー庭の鍵を手に入れましたうわもうすぐ終盤だと思うよ庭ここだよね オッケーうわ庭の構造も変わってるうん何だろうこの穴ついさっき掘られたようなというか掘りかけのような <laughs> うわー何ーはえ、い、体動かない頭も痛い僕一体どうなって吐かすすみれさんすみれさーん 犯人一人しかいないでしょ、これ。やっぱスミレさんがやったん、これ。次々とエンディング回収していくよ。スミレさーん。スミレさーん。スミレさんの愛が、愛が重い。愛が重いんだよ。セブしとかなきゃ。セーブしとかなきゃ。お、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 いたいたいた。ほら。幼女たちの密談を。覗き見るああ おう、見つけた。やっと見つけたよ。探したよ。もうへへへ。見つかっちゃった。メンマかな？可愛い,い。はっあれ？お姉ちゃんもしかしてはあ。誰だ？すみれさん、すみれさんどうしたんですか？急に発狂したんだけど。 マジか。え、何なんだろクトゥルフ的な神話生物なのあやめちゃんは。見た瞬間に、即発狂。やっぱりすみれお姉ちゃん。え、知り合いごめん、桜ちゃん。みちお姉ちゃん。あやめ行かなくちゃ。発狂だよ。すみれお姉ちゃんがいるなら、もしかしたらあの人も。早いよ。トランザム。行っちゃった。桜ちゃん。さてと。 桜ちゃんやっと見つけたよずっと探してたんだから道お兄ちゃんかわいいグーかわ店長が待ってるよ一緒に帰ろういやえうちに帰ったってお父さんは仕事で忙しいものああれは店長の悪ふざけでお母さんがいなくなってからお父さんはいつも仕事ばかりいつも忙しそうでいつも疲れてる私がいるから一人で私の面倒見なくちゃいけないから疲れちゃってるの お父さんは私のこといなくなっちゃえって思ってるのかなさくらちゃん確かに店長はよく疲れた顔してるよでもねさくらちゃんのためならへっちゃらだって笑ってた店長はさくらちゃんがいるから頑張れるんだよさくらちゃんがいなくなったら店長はきっと死ぬと思いますコメさんかありがとうだからさもう少し店長のこと信じてあげてよ店長も僕もみんなさくらちゃんのことが大好きなんだから俺も俺も俺も好きうんありがとうみちお兄ちゃん さあ、一緒に帰ろう。そして、誕生日パーティーやろう。店長も待ってるよ。うんみんな大好き、桜ちゃん。桜ちゃんを嫌いな人間がこの世にいるであろうか。そして、桜ちゃんは、ワンピースをおもむろに脱ぎますと。おもむろに脱ぎますと。ありがとう。ありがとう、桜ちゃん。<laughs> さらにサイズの小さいワンピースを手にかける道真。できる。 できるぞ、この男。桜、でも桜ちゃんさ、寒いでしょう。桜ちゃん寒いでしょう。ろくな服がねえな。ろ <laughs> くな服がないが。まあ、だ中学生の服なら入るんじゃないかワンピース。丈の長いワンピースを着てる桜ちゃんもいいかもしれないな。なかなかおつなものがあるかもしれない。サイズの合わないワンピースを着る桜ちゃん。イラスト、待ってます。待ってます。 なかなかあるかもしれない、これは。ありだと思います。あ、待ってよ。今あれじゃない今、すみれさんいないから、これ調べても大丈夫なんじゃね深い穴どこまで続いてるんだろうよかったよかった。やっぱすみれさんだったか。あれこんなところに鍵なんてあったっけあやめちゃんかさっきのお姉さんが落としたのかなタグついてるね。どれどれ病棟の鍵をゲットした。やったぜ。病棟に行きますかね。